ズルズルどうも、スズルです。チャルトです。ノビです。ということでやってまいりました、スズル TV のチャーシュータイムをもう一度、はい、57回ということになりまして、5735ということになりまして、逆から読んだら53。あで、57回という、こういうね、数字トリックな。なってるんですね、そういうのに。なってるんですけど、数字トリックだよね、ほんと。難しい。難しいよね、数字って。不思議だよね、やっぱり。やっぱね、数字って。サイコロの目を全部足すと、いくつかになるんですよ、ね。いくつかになるし、トランプの数字を全部足すと、いくつかになるし。いくつかになるんですよね。そりゃそうよ。いくらかの数字になるんですよ、絶対に、うん。なんだっけな、トランプの数字1から13足したら何になる？何になるの？なんか確か1から13で4種類あるじゃん。うん。で、それが364で、うん、確か。あ、そうだね。うん。で、ジョーカー1枚入ってるから、365日みたいな。うん、おぉ。そんなのがあるんだ。ね。すごいよね。ね。1年のその、あれになってますっていう。で、ジョーカー2枚でウルード氏ですみたいな。ああ、そうだね。すごいね。みたいな、そういう数字のね、トリックがありますけど。面白いのがあるんだ、そういう。世の中にはね。マヤ的なものが。すごいよね。不思議だよね、数字って。すごいな。太陽暦みたいな。みたいなね。それこそ、スル TV も5周年で。あ、うん。はい、迎えまして。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。本当に。生放送も行いましてね。はい。ありがとうございました、いろいろ。ね。はい。っていう感じで、5ですからね、だから。5なんですね。スル TV も5ということで。もうって何もうも5もよう分かる。5ということでね。ただそれを1から5まで全部足すと、まあ、いくらかの数字になる。そう。絶対なるんですよ、数字に。いくらかの。数字の、それが数字の素晴らしいと思います。足したらそうなんだ。数字ってすごいんだよ。いくらかにはなるんですよ、絶対。不思議だよね、数字って。なんで無限なんですか？ね。考えたらよく分からなくなってきません？でも、そう。無限ですね。コンピューターも0と1の組み合わせみたいなね。そうなんですよ。数字ですからね。マトリックスですよね。そう。この世は。不思議。で、なんかトランプが1から13足すと、いくつですか？いくらかになるんですか？いくらかになって、それが4種類あるんで、それ全部足すと364なんですよ。あれ？うん、また。で、ジョーカー入れると365になって。おー！なんか、その1年のね、あれみたいな。なるんだ。うん、またやってんのこれ。数字のトリックみたいな。で、ジョーカーが2枚あるんで、ウルード氏。ウルード氏なんだ。うん、みたいな。すごっ。マヤ歴みたいなね。ああ、マヤ歴、太陽歴的なね。全部聞いたじゃん、これ、もう。で、まあ、スルティも5周年。5周年。ありがとうございます。何回やった、マジで、本当に。5周年の生放送もね、行いまして。はい。いろいろありがとうございました。ありがとうございました。まあ、2012年にはね、その地球は滅びると言われてましたが。はい。今、新しい、なんかあんの？あ、次の。それ以降、次の滅亡みたいな。すする、そういうの可哀想じゃん。滅びに対して、滅びの歌を常に歌ってるじゃん。ムーバじゃないんだよ。ラプラスか。もしくはラプラスもできるけど。レクイエム歌ってるでしょ、いつも。新婚してるでしょ。レクイエムってどんな歌なの？基本的に。いつ歌うんだろうね。ね。あれじゃね、土屋アンナのやつじゃない、あの。あれ、そんなあった。そう。あれ、めちゃくちゃ出す。土屋アンナバージョンがあんだよ、あの。バトルロイヤル？そう。あれに歌詞つけて歌う。意外とコメント見たら評価悪くないっていうの、ほんとに。意外とね。YouTube に上がってるやつ。おもろいな、あれ。なるほど。みたいな。数字のトリックありましたけども。はい。すするさんもなんかあります？数字のトリック。最近。数字の、数字、まあ、10月31日ですか？おぉ。10月はね、31日までありますね。西向く侍なんで。西向く侍で覚えてください。あ、そうなんだ。そういう覚え方すんだね。あ、それで覚えてなかった？ 2469 で、侍で11で。そう。ええ。で、それが31日ない月っていう。あ、そうなんだ。西向く侍で。え、この、指のやつはやんなかった？ああ、指のこのデコボコね。ここでなんか、ああ、出っ張ってるところが31日みたいな。なるね、それ。ありますね、そういう。まあ、あるんですよ。地獄、大地獄。あったな、そういうの。大体決まってるね。大地獄。大地獄って何？地獄と大地獄。地獄割合のが多いっていうね。もうこの世知辛さを表してるかなっていう思うんですけども。これもまたトリックでございまして。ございますね。3の倍数のとこが、大地獄なんですね。もういいねん、導入。そうなんねん、それ、本当に。すごいな、トリックは、本当に。で、トリックがありまして、10月31日に、ハロウィンじゃないですか。あの、ハロウィンの日。ハロウィンの日だったんだけど、石川県行ってたんでしょ？あ、そう、石川県行ってました。別にそれは関係なくて、関係ないです。その日に、邪魔やな、こいつ。邪魔やわ、もうさっきから。本当にあった怖い話っていう、ああ、本怖ね。のスペシャルが、なんかやってたのよ。本怖いです。五郎ちゃんのね、俺の大好きな番組ね。あら。あ、そう、あれ好きなの？本怖派？
世にもよりも。いや、どっちもっすよ。どっちも好き。ああ、どっちも好き。ですからね。ずるい。でも。ずるいな、どっちも。どっちもずるいよ、ほんとに。まあ、世にも派ですけどね。あ、世にも派か。あ、そう。本コアであんま覚えてる話なくない？結構。本コアはね、結局最後ね、気がついたら私は病院のベッドに行ったみたいなとか、そうだね。確かに。どうなったんですか？いまいちオチがこうパッとしないみたいな。そうかも。それか、あの、結構それなんていうの、うわーって驚かせてくるやつが、結構多いじゃん。ありがちですね。まあまあ、そんな感じで、その本コアのスペシャルを、まあ、録画してたんで見てたんですよ。うん、で、まあ、その、まあ、2時間ぐらいですか、うん、まあ、見終わって、うん、でもよく考えたら、うん、俺、本校は録画してなかったのよ。え？録画してないのに、なぜか録画リストに入ってたの。え？怖っ。てるるる、てるるるる。それよりもやね。それよりもやね。マジで、みんな入ってましたかっていうのを聞きたくて。入ってないよ。そういうなんか巧妙な。入ってない。俺はしたから、録画。ああ、そうなんだ、普通に。いやいや、それ、してなかったとしても入ってたかもしれない。だから。うん。てるるるるてるるる見終わって、なんでこれあんのかなと思ったんだけど、録画した記憶とか全くなくて。岩子出島しといた方がいいんじゃない？岩子出島、岩子出島ってやれへんかった。何それ？五郎ちゃん。何それ？あの、この辺で怖くなってきてから、払っとこうっつって。まあ、あれ、今回はあの、コロナなんでおらんかったけど、子供、キッズおるやろ、本校キッズ。あの子たちと一緒に VTR 見てて、怖なってきたやって子供たちがなったら、ここで役払いしとこうっつって、本校はオリジナルの役払いしだすの。そうなの？岩子出島、岩子出島、なんちゃらかんちゃらっつって、ま、はーってで邪気を払うんだけど。手を、何？なんか手ってか、その、器具を持ってんの。なんかその、そう、オリジナル器具、本校オリジナル。全然覚えてない。全然覚えてない。マジで怖いの、楽やけど、岩子出島って。なかったの、それ。今回、まあ、キッズはいたけどね。キッズとあの、霊媒師おばはみたいな。あ、下吉子？そう、下吉子先生とかもいたけど。下吉子先生はね。いたお焚き上げしてくださるんで、毎回。そうなんだ。怖、はい、そんなメタ的な要素もあったんだね。そう、まさかの。それが一番怖かった。ニナニナですね。あ本当に。ニナ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 ですよ。なるよね、本当。メタなのかな、本当に。いや、どうなんだろう。まあ、本当俺がね、気づかないうちにやった可能性もあるんだけど、ね。それこそ、それこそですよ。それ、それね。それこそですよ。無遊病みたいなね。無意識が、ね。知ってます？あの、あれ出てたでしょ？あの、黒崎検査官の人。ああ、出てた、出てた。あの、のりかの旦那。愛之助。が、あの、今後は撮影中ですってました、インスタに心霊写ってたしてる。いや、それは仕組んでるわ。さすがに。うん。いや、あの、その、だから、その、ストーリー、何 ?VTR? に子供の出演者もないのに、子供サイズの黒い影をつけて。ああ、それはもう仕組んでる。それは仕組んでますわ。いや、そんなするのりかの旦那がのりかの旦那っていうか、もう番組ぐるみで。そういうプロモーションってこと？プロモーションでしょ。水素水持ってたその子。そうでしょ。ああ、こんなね、こんな詮索は良くない。楽しくない。もっと純粋に楽しんでいこう。怖いよ。で行きたい。怖いでしょ？怖い。めっちゃごめんね。良くないわ。良くないとこ出たわ。そうだよ。そういうやつがおるからなくなってくるね、番組が。本当にそう。昔いっぱいあったのに。そうね。やらせがどうだろう。俺の楽しみがさ、いいじゃん、やらせだ。ね。怖かった。純粋に楽しみたいよね。そういう視聴者の目線を、あの、水曜日のダウンタウンは逆手にとってっていうことを、口で切り切ってるっていう。っていうのを高須さんがね。言ってました、カジサカジさん。カジサカさんね。そう。構成作家高須さんがね。二人で全く同じタイミングで見せてた。そう、タイミングです。やっぱ好きやから終わらない。カジサカさんのチャンネルでね。内側も好きやから、俺たち。なるほどね。高須さんが出て、そういうことを語っておりましたが。すするさんも呼んであげて、呼んでください、カジサカめっちゃ弱いわ。めちゃくちゃ弱いわ。無理だろ、マジで。出るのは二人の落ち方だろうね、やっぱ。いやいやいや、すするでしょ。あの、そういう感じにしたいけどね、すする TV も。そのゲストを呼んだとき。何？なんかそういううまいことトークを引き出したいけどね。ああ、そっちもね。そう、着丼前のトークとか結構。やってますけどね。最近は長めに。うん、やってますけどね。ちょっとトークの引き出し術とかをね。カジサクさんすごいよ。やっぱすごい、あれすごいよね。やっぱりすごいわ。引き出し方がうまいなってやっぱ思った。本当に押され方間違ったんだなって思う。まあな、ベストサイド。そう、前にゼロゼロゼロっていう感じでさ、梶原さんをそう、第二の岡村さんみたいなさ、祭り上げてね。そう、祭り上げようかなっていう感じ。っていうのも、梶作チャンネルで多分話してた。話してた。そうなんだ。羽飛びのプロデューサー。近藤さんがね。そうそうそう、来ていた。全部見ちゃくちゃ見てマジで。好きやからな。ウエストサイドだっけ？ウエストサイドです。ランディーズとロザンとね。そうそうそう。ウエストサイド時代は？いや、もうバリバリ見てたよ。バリバリ見てた。めちゃめちゃ好き。俺 CD 買ったからね、ウエストサイドの。そう、あの、なんかダンスユニットですね。その、吉本の、そう、だからアイドル的なちょっと売り出し方みたいな。そうそうそう。まあ、島田紳助さんの番組で。そうそうそう。まあ、周知心みたいな感じで。みたいな芸人のその前にそうやってて。そう。結構だから本当に、キングオブ出たてぐらいの時に、そのちょっとアイドル的な売り出され方をやってたんですけど、まあ、それが嫌やったっていう話とかもね。まあ、嫌やろな。
まあね。ランディーズの高井さんだけですけど。そうらしいね。お前ら最高って言ってたって。一人だけ。まあそういう人ほど売れそうだけどね。まあまあ今は新喜劇で頑張ってるんで。うん、そうだね。はい、すごいよな、ほんと。本コア自体は怖かったの。ちなみにね、戻ってきますと。まあまあまあ。うん、やっぱまあ、怖かったは怖かったんですけど、ね、うん、そのやっぱ、いきなり驚かせてくる系が多くて。ブラクラ系とか。ブラクラ、そう、ブラクラめっちゃ多かった、ね。大体ね、バーンってやったら、キャラーって気づいたら私は。もうほんと、これなんだよ。何が、なんかそこをもうちょい一文ちょいやってるよな。そこを見たいのよ。どう逃げたかとかを。トイレの花子さん状態ってことね。そう、もう開けたら終わり。それで終わり。引き込まれてどうなんのっていうね。その後ないから。なんで誰が知ってんのってさ誰から聞いたんだそうなるやつやからと確かになるほど、うん、そう、はい、あのさ、はい、ここでさいつもさ俺さ、うん、デノビーさんはどうですかって言うじゃん、うん、デノビーさんの話するじゃん、うん、それちょっと嫌だなって思うなんで何ですか最後嫌ってこといやじゃあなそうそう切って俺がその閉じるのがちょっと嫌だなっていうああなんかそのすするの話をさもうだってススルが話したかったのにさ、うん、それが話したかったろうにさ俺がなんか急に切ってさでノビーさんはみたいに振るのがさいや一応ね編集点を分かってんのはチャルさんかなと思ってやろうって思ってだから一回さ、うん、5周年を迎えたしさ新規一転さ、はい、ススルがオープニングトークなんか終わったなって思ったら一、うん、回オープニングを挟んでくれないかなっていう勝手にああ、ここでってことね。そうそうそう。するのを、社長代はもう一度って言って、はい、オープニング挟んで、ノ、う、ビ、ん、さんが勝手に話し始めるっていう流れの方がいいなっていう。うん、なるほど。そう思ったんなら、じゃあそうしましょう。じゃあキレがいい。やっぱ、ススルが話、俺もう話し終えたぞっていうタイミングで、なるほどね。するの社長代はもう一度って言った方が、行きやすそうだなって。まさきさんがそうしたいって言うんだったら。何ですよ、なすりつけというか。いや、ハギスタイル。うまくいかなかったけど、そうしやめてね。やさきにやらせたことをやらせたいと思ってるからな、じゃない。出ただいぶやね、やっぱ。そういう、いいんだよ。うん。じゃあ、行きましょう。すするのチャーシュータイムをもう一度いや、でね、僕も、うるせえな、逆。まあまあいいんですよね。いや、僕、はい、僕は、大阪からね、うん、友達が来てまして。ああ、そっか、マサオね。マサオが来てたんですよ。先週も行ってましたけど。タイムツリーにマサオ来るっていう、2泊3日をね、押さえといたんですけど。そうです、ね。ススル TV の予定表にね、マサオ来るって書いてあるからね。マサオが来るって。誰やその予定。誰やねん、マサオが。俺たちからしたら。ね、初めてくらいちゃんと書いたのに、俺予定表大体、ハウエバーとか出てる。ああ、とかな。そうだ。そう、犬死にとかさ。ベネチアの風になるみたいな。そう、リバプールね。リバプール。いやねんけど、そう、マサオが来まして、GoTo でね。めちゃくちゃ安いですよ。聞いた、聞いた、それ先週。先週聞いたわ。16,000円。もう聞いたけど。それがね、GoTo がね、うん、ちょっとアホなんちゃうかなと思って。あら、あれ、うん、そう、マサオがね、うん、なんかその、クーポン付き で、うん、で、クーポンの受け取り場所をどこになさいますかみたいなのが選べて。大体ホテルじゃないの、ホテルでも。いや、それね、それがね、新宿か、JR 東海ツアーズっていうその窓口に、で受け取るんだけど、うん、新宿か品川か東京駅かみたいな感じで。あ、そうなんだ。まあ、クーポンは来てからなんやと思って、うん、で、どこがいいんって言われたから、東京駅迎えに行くし、東京駅でいいんじゃないですって、うんうん、東京駅にしたんよ。うん、したら、クーポンと新幹線のチケット両方東京駅で受け取るってなってて。あー、なるほど。大阪から来る。チケットがそうどういうことってなってなるほどねでそれ大阪も選ばれへんかって別にああそうかそうかそうかちょうど新宿か品川か東京しか選ばれへんそれ受け取りへえどうやって受け取るってなるやんこれまた俺が受け取りに行ってんけど、うん、一応代理も OK やったから、うん、で郵送したってこと郵送してんけど、それはめんどいけどまあ、うん、俺がおるからよかったよ、まあ、まあまあ確かにそんなさ確かにそれも石川で行ったやん石川に行ったねそう石川県で受け取ってくださいってなったらどうするってなるやんなるなるここに別にね知り合いいるわけでもないしってなるねどういうことだと思ってススラちなみにどうやって受け取ったの俺はでもその新幹線のチケットは GoTo で取ってなくて普通だったからあそうか言ってたねなんか別になっちゃってたそうそうそうそれは行けたんだけど全部がそうなんか分かんないけどそのマサオがやったのはへそうやっていやいやいやと思ってたなるほどねそうなんかねあ頭悪いなそうやろどうやって受け取るんってなるし、どういう仕組みなんだろうなしかもその代理のつもり代理って言うつもりで言ったらもうマサオとして俺扱われてマサオが来るわけないやんと思ってチケットの確認しますって言ってまず新大阪発って言われてさおかしいやろそんなだって本当にどうなってんのと思ってそうなんだ
そう、まあ、なってけど、まあ、とりあえずまあ郵送で送って、うん、朝方が来れてんけど、うん、まあ、1日目はその夕方に来たから、うん、もう家でなんかタコパとかして、うん、過ごそうぜっつって、うん、であの子供と嫁も含めて、うん、もう知ってるからね、うん、俺んちに泊まるから、うん、タコパしてわーって遊んで、で次の日に横須賀行こうってなってん、うん、うわ港行ったことある、横須賀港の陽子しか行ったことない、うん、俺も行ったことなくてさ、でなんか結構アメカジとか軍とか好きやから、ああそうかそうかそうか、そういう海軍的なのがある、そうそうそう、あるから行こうっつって行ったらもう全然しょぼくて、あそうなんだ、なんかね4店そういうドブ板通りってのがあって有名な、かっこよ、すごいな、そうすごい商店街、板がドブなんですか、そう分かんないそのまま全然ドブの板がなかったけど、あないんだ4店舗ぐらいしか空いてなくて、スカジャンとかめっちゃ見るつもりだったのに、スカジャンの店1個しか空いてなくて、空いてないってだけ、そのあいやもうあいや定休日とかの感じじゃなかったよ、いやでももしかしたらこのコロナ禍で閉まっちゃったのかも知らんけど、でなんか結構割とでもバーとかが多くて、うんうん、夜の街ではあるんやけ ど、 あなるほど、ね、スカジャンの店まで閉まってんのかと思って、なるほど、うん、でなんかアメリカンバーガーの店もなんかねいっぱいあってっぽいねんけど、うん、2個ぐらいしか空いてなくて、津波、ローマ字で津波っていう店と、うん、ハニービーっていう店が空いてて、でもその2つはもう結構トップに出てくるような人気店、人気店で、サザンオールスターズか V6 かって、そう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 、ほんで、まあでもせっかくアメリカンバーガー食いたいな、食いたいな、で津波行こうと思ったらめっちゃ並んでて、まあそんなうちに上に出てくるようなね、そう、でハニービー行ったらまあすぐ入れたから、うん、そうにして、ね、V6 の方に、そうV6 の方を選んでよ、うん、やっぱ好きな、ね、ジャニーズ懐かしいな、そうでめっちゃでっかいもうなんかキャッチャーミットぐらいのバーガー出てきて、うわ普通の、ね、ネイビーバーガ ー海軍、ネイビーって海軍、うんうんうん、ネイビーバーガーみたいな、トニセンサイズのが出てきたんだ、でっかーみたいなの来て、紙線よりはトニセンだなっていうサイズの方が身長で言うと、うん、いやもう身長で言うとプープープーじゃないですよ、ね、トニセン、うん、バーが出てきて、うわ、すっごいみたいな。めっちゃうまかったんから、照り焼き味みたいなんで。へぇ。照り焼き味なんだ。そう、照り焼き味。アメリカン。アメリカンだね。の要素が。キャプテンネイビーバーガーみたいなの食って、お友達はネイビーバーガー食って、でもう一人が BLT みたいなのが、これが一番おすすめみたいな感じで、それ選んだらめっちゃちっちゃかって、それは。あれそっちは紙製だったんだ。そう。そっちはもう三宅県サイズや。かわいいなっていう。そう、かわいいなってなって。んで、それうまかったなーってなって、こんな1000カロリー以上あるやろ、まああるやろな、うん、言ってか、その日の夜に二郎が控えてて、あそうじゃん、二郎いくつだもんね、いっそね、そう、その正雄がね、うん、二郎系は食ったことあるけど、ラーメン二郎は食ったことないっつって、うん、その大阪おるから歴史とか食ったことあるし、なるほどね、で千葉からとかも俺前連れてきたの、うん、ラージロー行ったことないっていうから、あらすね、本物のラージロー ね、そうぜひぜひ、でどこがいいんかなーとか思いつつ、うん、すすりにちょっとリサーチしてたのよ、うん、はいはいはい、一応なんか火鉢とかも優しいし、いいんじゃないみたいな、うんうん、で車あったから野猿にしようと思って、まあ、せっかく車があるからね、そう、うん、駅からちょっとだけ遠いんで、そう、飛ばして、うん、でも野猿行って、はい、でなんかねそれはうまかったのよまあうまかったですね、まあまあうまかった、うまいよね、でね、あの食券機にすするのステッカーとかって、あら、あーありがたいことね、貼ってるやんって、まさに俺は知らんけどでもサインはないねんなって、あサインサインはいらなかったじゃんって、あるん、実はあるんです、あの4人の町田とジロリアン陸と、うん、赤塚と俺の。すごいな。すごいな。共同サイン色紙が。あ、なんでや。実は飾ったんですよね。すするのはいらんかってんじゃん。そんな、まだ MMT 二郎部。そうなんですよ。そのサークルのね。のね感じさせる。すごい。で、なるみ先生のもあったよ。ああ、そうですね。なるみ先生ね。なるみ先生。案内しますからね。小泉さんの作者のね。そうですね。だってうまいなーってなって、で、本当の目的があって、え、そのマサオが来た。4人で並んでゲームしたいなって。おお、あれ横並びでってことね。e スポーツみたいに。ああ、いいですね。で、そう、そういうのできるとこはないんかなと思って、原作者のね、ババのビッグボックスにね、の自由空間に、スライムルームみたいなのがあって、あるね、あるある、そう、あそこがね、パソコン3台、4台置いてて、あ、そうなんだ。すげえ。でも騒いでもいいみたいなとこあるじゃん。ゲームとしては使ったことないわ。あ、ない。なんかその、みんなでボードゲームしたり、寝たりする目的でしか使ったことないわ。で、いいんちゃうんってなって。で、プレステ4も持ち込み OK ってやってか、なんか結構 あかんみたいなとこもあって、うん、ちゃんと調べたら OK って書いてたから、うん、でもプレステ4をまさをわざと大阪から持ってきて。あ、そうか、一人一台必要だからってことね。そう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 。で、俺も家から持って行って、そういうことね、でもう一人も持ってきて、行って、で、やっててんけど、うん、なんかね、
横がすっげえうるさかったのよ。ああ、うん、まあまあ大学生とかがね、まあ、あそこは深夜帰れなくなったやつらがたまり場ですから、はい、そういう場所です。結構ドーンとかなって、うん、ほんでヘッドセットしててめっちゃゲームの音聞きたいから、うん、結構な音量でやってるのにもう、うん、割と振動感じるぐらいドーンとかなったりして、めっちゃ騒いでるやんみたいな、うん、まあ横もファミリールームやし、まあ、そうそうそう、ファミリールームがね、まあ、別にそういうことしていいとこやから、うん、まあしかもこっちも騒いでる人もって、うんうん、でうわーすごい騒いでんなーとか言いながらやって、ああでちょっとしたらもう疲れたのよ、もうジローも食ってるし、まあまあそう、ほんでもう漫画読みたいもんみたいになって、うん、でその前ど横どんなやつやろと思って、まああんまちょっとマナー悪いかもしれないけど、ああチラッとだけ見ると思ったら誰もおらんかって、キャー気づいたら私はだよ、そう家に寝てました、これマジで誰もおらんかって、何怖っ、おやしろ様の足音じゃん。そう。ガン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 ってなってるやつじゃん。ね、しかも、その、うん、結構直前にドンってなったのよ。うん。ドンってなってからぐらいにもう、なんやったらフローズン組みに行くぐらいのテンションで、ちょっと横、誰かな、どんなんかなと思ったら誰もおらんかって、うん。え、マジで怖いな。どういうことなん、マジで。しかもなんか怖すぎて誰にも言わなかったよ、それ。うわ、怖。でもやばいね、それ。なんだろうね。わかんないです。何それ。やだ。本当に。ちょっと、受け継ぎいけないですよ、もう。いや、ババは怖いですよ、ババは。あー、ババだね。ね。ババだなぁ。チャールさんどうですか？怖い話ありますか？怖い話。同じような。いや、ないかなぁ。ないんだなぁ。世にも奇妙な物語で一番好きな話何？出ました。うわぁ、なんでしょうね。俺めっちゃ古いやつやからみんな知らんと思うんだけど、ね。え、何何？岸田京子のやつ。岸田京子わかる？まず。わかんない。めっちゃばあちゃん、もう亡くならはったけど、だいぶ昔からばあちゃんから。なんかよく、あんま覚えてないんだけど、うん、よくわからないけど、ばあちゃんの駄菓子屋に、うん、なんか悪魔を封印してるか、音量が封印されてるかで、うんうん、で、ばあちゃんが守ってないけど、ヤンキーが来て荒らしていって、うん、封印が解けんねんか、うん。で、ばあちゃんがやばいってなって、ほんとにそこら中にビー玉をめっちゃ巻いたり配ったりして、うん、で、結局悪魔解き放たれて、そのヤンキーだけ死ぬっていう話なんだけど。断片的すぎて、なんかあんま思ってないけど、それがめっちゃ怖いなと思って。あ、怖い、怖いんだ。怖い系でね。ガチ怖い系で、うん、なんかそのビー玉が何かよくわからんけど、子供にビー玉渡したりして、はい、これ持つのよ、みたいな感じで。なんかトラウマ系だね、でもなんか。地域みんなにと思って、うん、何かが出てきて死ぬっていう、ヤンキーたちは。いいですね。なんだろう、なんか、何回も癖、別にめっちゃ面白いわけじゃないんだけど、うん、何回も癖になってみてるのは、癖になる系あるよね。ハイヌーンですね。ハイヌーン。あれ、玉木浩二が、玉木浩二。ああ、玉木浩二がね。玉木浩二が飲食店の端から端まで、うん、全部食うやつ。全部食うっていう。ああ、あったかもな。元祖大食い動画だよ。ああ、元祖大食い動画です。あの、和田アキ子でもう一回やったやつ、ね。あ、そうなんだ。そうなんだ。うん、そんなのもあったんだ。そんじゃ人気作なんだ、一応。そう、あれと、まあ、ズンベロとか。ね、ああ、ズンドコ。ズンドコが。あれね、おもろいな。なんか、ただ食ったけんけどな。本当にただただ、玉木浩二が食ってるから、ね。そう、まずなんかラーメンとか頼んだ、ね。で、次、チャーシュー麺みたいなやつ、うん。オムライスとか言って。全部、で、ちょっといい話やねんな。そうだね。最初に。それの仲介の店主がやる気なかったのに。ああ、そうだね。それでなんか、活気取りました。ね、ああ、なるほど。めっちゃやる気出して。なんか、夫婦もなんか仲良くなってみたいな。いいね、そうそうそう。もう街の人みんな集まってきて。集まって、わーみたいな、最後になるっていう。で、チャルさんは？いや、そういうのだと、エアドクターかな。エアドクター？あの、小栗旬が。ああ。まあ、飛行機乗ってて、はい、この中にお医者様いらっしゃいませんかっつって、あの、小栗旬が手を挙げるんだけど、あの、実は医大生で、うん、あの、夢破れた医大生で、うん、でも、あの、医者になりたくて、その、行ってみたかった、その、お医者様いらっしゃいませんかっていうので、で、つい手挙げちゃったみたいな。はい、で、手術しなきゃいけないみたいな状態になるんだけど、うん、あの、麻酔医と看護師。うん、がいないとできないですって言って、うんうん、麻酔いませんかつって入って出てくる人がいて、看護師いませんかつって入って出てくる人がいて、うん、でも、あの、麻酔は麻酔さんっていう名前の人で、ただの。で、でもつい入って行っちゃったから、やばいやばい、このままやんなきゃみたいな。みんなやべえ。で、看護師さんも、あの、普段看護師のコスプレをしてる、なんか、キャバクラみたいなところで働いてるから、うん、つい手挙げちゃった。普段のあれで。ガタガタだもんね。で、あの、で、ハイジャック現れるみたいな。しかも、そう、急にハイジャック現れるみたいな。なんか、ナイフ突きつけてように見せるんだけど、それナイフじゃなくて、ただのプラモデルのなんかあれで、でもなんかみんなハイジャックハンダーみたいになっちゃったから、ハイジャックハンじゃないけど、ハイジャックハンにならなきゃみたいな。だからみんな、そう、で、あの、この乗務員が突きつけられてんだけど、実は私は乗務員ではないみたいな。何やねん、その、私はハイジャックハンダーみたいな。何やねん、逆漫画日和みたいな。全員自分のは違う役職なんだけど、なんかうまいこと重なって、結局救えてみたいな、その患者さんも救えてみたいな
なんかちょっとハッピーエンドな。いいです。患者さんも実は病気ではなかったじゃないあ、なんか病気、なんか違うところを取り除いてくれちゃった。あ、そうなんだ。まあ、医大生が、うん、その小栗旬がそう間違って、そっちの方が重い病だったんだけど、あ、でもそっち。そっちを偶然取り除いてくれたからみたいな。うわ。へなってる気がすんな、うん。うん、いいですね。全員違うみたいな。そう、ギャグながらちょっとほっこりするみたいなね。うん、そういうのもあるからな。本コアにはそれがないからな。確かに、ね、全部怖いからね。あと感動の変なやつね。あ、感動系はね。そう、感動系はどっちもあるよね。あれはエキストラはシンゴちゃんの。ああ、シンゴちゃんのね。エキストラでもなんかね、すごい、たまに。思い出せない。自分がそうなんじゃないか。そうトゥルーマンショー状態。そう。なんかみんなセリフ読んで生活してるっていう。実は。普通に喋ってると思ったら実はここに書いてるやつやったとか。そう。ここにっていう。おー。ペットボトル。面白そう。で、まあだから自分以外が全員その役者だみたいになって。うん。まあその主人公の香取慎吾自体も役者志望でいろいろやってるんだけど、そう、みんななんかセリフ読んで生活してるだけだみたいな。へぇー。で、オチどんなんやったあれだ。で、だからセリフ、そんな世界が嫌だってとりあえずなるじゃん。うん。で、そんな世界が嫌だっていう女の子と出会うんだよ。おお。で、この人は違うみたいな。で、二人でこの世界から抜け出そうってなって、抜け出していくんだけど、そのお二人、それもセリフになってたっていう。まあ、ありがちな。まあまあまあ。バッドエンドね。うん。世にもって結構バッドエンドやから。実は自分も巻き込まれた系多いよね。な。うん。結構それ疑っちゃうんだよな。そうや。エキストラのせいでな。そう。なんかそういう変なことが起きてるけど、自分もその一員だったよみたいなエンド結構多いよね。面白いな。いや、いいね。見たくなるね。そう。だから皆さんも実はすする TV の一員だったんですよ。あ、何それ別に怖くはないし。になになになにとなれへんよ。でけでけでんでけでけでんでけでけでんでんでけでけでん。手拍子を打つと陽気な音楽になるトリビアええね。トリビアええね。結局一番怖いのはタモリが猫やったってことやから。しかもあるな。そう。磨きなさい。恋を楽しみなさい。楽しもう。チャーシュータイムアゲイン。それのチャーシュータイムをもう一度。ああ、ちょっと違う。喋ってたらいっぱい思い出すよな、よりものやつね。こういう時延々と喋ってもらえるの、ほんま。はい、改めまして、ズルズルとモスズルです。チャルドです。何やまの。まあまあ、今週もですね、はい、まあ、珍名のコーナーから、珍珍ですか、届いてるんですね。来てるんです。あ、そういえばね、はい、思い出したんですよ、僕先週言ってた。ああ、なんか石川で見つけた、嫌だな、みたいな。そうそう。うん、めっちゃ嫌だわ、めっちゃ嫌だわ、みたいな名前の。もう無理みたいなやつ。上下の上、上書いて、で、本棚の棚書いて、で、やぶみのや書いて、ダメのダー書いて、うわだなやだっていう地名でした。うわだなやだね。うわだなやだもうみたいな。うわだ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 なっていいね。いいよね。うわだな。お前それうわだな。やだな。何その地名。すごい。うわだな。やだな。うわだなって何なの。わかんないけどニュアンスは。その地名うわだな。やだな。絶対ついてくるからね。アウン君みたいな感じ。漫画の弱キャラね。糸張ってるだけだ、あれ。うわだな。いやっていう感じだったんですけど。なるほど。はい。まあ、視聴者の方からもいただいてますんで、はい。行きましょう。ラーメンネーム、小麦の力さん。あら。すするさん、チャルドさんの B さん、こんにちは。こんにちは。初めてメールします。あら。私の住んでいる地域で珍しい地名があります。あら。それは、京都府、城陽市、寺田、北東西です。あら来ましたね、元祖来たね。シンプルな、元祖来たね。来た来た。いいね、元祖。もちろん。もう本当に北に東西です。北東西というどっちの方角か分からない地名で、南東西があるのかと思いきやそれはありません。それはないんだね。同じように、京都府城陽市、寺田中大将という地名もあります。あ、中大将ね。うわ中大将か。やばいね。中から始めたもんで。どの大きさな、本当に。確かに。せめて大中小にしてくれ。やばいな。小中大か。すごいな。こちらも中大、中大将以外の地名はございません。大将中ないんで、大中じゃない。ややこしすぎるからな、だって。京都府どうなってんだよ、おい。やめとけよ。やばいね。なんか、下るとかあるじゃない。片仮名入れるかねってなる。京都府どうなってんだよ。すごいよ、これ。中大将中学校とかある。確かにあるね。
やばいよ、これ。中台小中の、小のが中台小中学付属、中台小小学校。あるね。やばいだろ。中台小大付属もあるから、ね。大付属中学、中小学校。やばいよ、中小。中高一貫の。ね中台小の中小企業みたいな。ありますね。嫌ですね。中台小でベンチャーすな、ほんと。嫌だな、それ。嫌だな。嫌だな、嫌だな、おい。そこはですね。うわですね。嫌な放送作家。いや、そう、うわですね。うわっすね。うわっすね。それ。うわっすね。それはうわっすね。先輩のエピソードを聞いて。うわ、それうわっすね。嫌だな、ほんと。なるほどですね、みたいな。うわ、なるほどですね。それうわっすね。うわっすね。あるなぁ。うわ、いいなぁ。元祖来たね。元祖、こういうので、こういうのがいいんだよ、余計ね。俺、ノスラーね。そう、ノスラーです、ね。中華そばだね、これは。ノスラー新人名、ありがとうございます。中華そばということでいいですか、評価じゃあ。これ中華そば、ね。パクパク的な感じで。中華そばでいいですか。中華そば、中華そばでいいでしょ。お送りいたします、ね。素晴らしいですね、これ。いいですね。はい。すごいなぁ。すげえ。気持ちいい。北東西ね。いやー、やばいなぁ。戻ってきたなぁっていう感覚ね。ほんとね。はい、まだまだチンチメチンメ募集してますね、はい、皆さん好きな人でも結構本当すごいね、いっぱいあるんだね、あるですね、すげえな、あるですね、あるですね、あるですね、なるほどですね、なるほどですね、うわっすね、それあるっすね、それめっちゃやだな、それ、それちょっと面白いですね、泣ける人、うわそれちょっと面白いですね、何ちょっとつけて面白いでええやんちょっとって言うんだよ、それ面白いかもですねちっちゃなプライド出すなそんな、めっちゃ面白いとは思ってないからなっていう、俺もっと上出せるからっていうプライド出すな、はい、はい、じゃあ普通音いきましょう、はい、お、ラーメンネームメン、タイコさん。あ、おすする TV の皆様、5周年、おめでとうございます。ありがとうございます。5周年ということで、5年を振り返りながら、未来が見えるというお三方とのこと。50年後のすする TV はどうなっているか、聞かせください。ああ、俺以外死んでますね。ああ、そうだね。そう、ノビーさんだけね、長生きなんですよね。はい、うん、俺だけね、生きてる。そうです。50年後っても70超えてんのか。82だよ、俺。やばいね。いやー、まあ、喜んでたよ。喜んでたよ。もうすっかり喜んでたよ。ほんと。50、80。喜ばれてますよ。すごいな。50年後の80だから喜んでですよね、もう。ああ、50、80喜んで。これが数字のトリックになっておりまして。うわ、伏線あった。すげえ。おかんより年上やからね、だって。今の。ええー。まあそうだよね。そうか、今の。あなたたち、そうだね。今の父親、母親より年上だわ。ええー。全然年上怖いね。いやおじいちゃんですね、もう。孤独だったら嫌だね、でもやっぱり。いや、ちょっときついよ。いや、それを考えてやっぱ結婚したいね。そうなんですよ。俺はそれが怖くて結婚したからね。わかりますわ。いいですね。いいですね。意味わかんないですけど。まあ、ね。嫌でしょ、処理されんの。なんか。まあそうね。その、送られるんじゃなくて処理されるの嫌やろ。ああ。一人やったらなんか処理感で、なんか確かに。みんなに囲まれて死にたいね。死ぬなら、ね。そしたらコールドスリープしてたいね、もう。もうね、いっそね。凍結。コールドスリープしてんじゃない ?50 年後は。もうあるかな、そういう。今でもやってるらしいからね。あれあれ出た。今でもそういうのが進んでるって言われた。はい。ありますね。まあそういう感じで、センスル TV は。そうですね。いや、死んでんだ。寝てるか、死んでるか、そうです、生きてるか。生きてるか、どれかですね。すすってるか。ああ、いいですね。吸ってたいですね、でもね。吸ってたいね、50年後もね。元気にね。歯は大事に。本当だ。そうですよ。歯はゼリーしか食えないみたいな状態になってたら。つゆ悲しいですから。嫌ですよ。嫌ですよ。ボキボキ麺食えないよ。ああ、そうだ、本当にね。そう、ボキボキ麺食ってたいですね。それ目標でいきたい。箸豚があざますじゃなくなっちゃうよ、だって。確かに。豚もね、仮面ね。ちゃんと。そうですね。50年後も、メインヤードファイトをすすれるように。おぉ、ボキボキだったな、マジで。人間ドックの後にね。はい。そうですね。人間ドックの後によう すったな。何してんだよ、胃の中空っぽの時に吸ってるから、ね。ああ、分かったよ、あれ、ほんと。ボッキボキのね、メイヤードファイトだっけ。はい。行って、皆さんもぜひね。そうですね。一度食べてください。うん、はい。では次行きましょう。ラーメンネーム、わかめましさん。はい。背景。すする TV の皆様、お世話になっております。ラジオいつも楽しく拝聴しております。はい、突然の質問になり、大変恐縮ですが、ラジオも1年以上されているすするのチャーシュータイムをもう一度様において、読まれやすいメールなどはあるのでしょうか何卒よろしくお願いいたします。敬具ということで。あら、敬具してくれたと。丁寧な。ご丁寧な。そうだね。こういうのですか。丁寧なメールだったら読まれるんじゃないですかね。いや、そうなんだ。そうだね。まあ、短いメールですかね。まあ、あんまね。そう、長いメールはやっぱ、読みづらいかなっていう。まあね。あの、内容がもう入ってこなくなっちゃう。そう、覚えてない。そう、あの、文字で読んでる分にはいいんですけど、こう、やっぱラジオで聞くってなると、短いメールの方が。確かに。短くパツッともう要件だけ伝えてくれるメールが、
好きですね。ね、ちんちんかゆですみたいな。うん、そうそうそう。どうしたらいいかって。めちゃくちゃシンプル。そう。まあ、ご挨拶とかはね、すごい嬉しいですけど、全然なくてもいいので。うん。ほんと要件だけボンって。ね。送ってくれるぐらい。ありがとう。話しかけるぐらいの。なんか、それこそ、なんだろう、太田上田のあの、やつね。感じとか。ああいうぐらいの長さ。ああいうぐらいの長さで全然いいので。なるほど。送っていただければと思います。はい。もうガンガン送っちゃって。そうですよ、何でもいいですよ。うん、よろしくね、本当に。ありがとうね、いつも。っていう感じ。悪いわね。ありがとうね。これからもよろしくね、ということで。はい。そういう感じですかね。行きましょう。うん。ラーメンネーム、煮干し先生。お。すするさん、チャルさん、のびさん、こんばんは。小学校教師の煮干しです。最近の小学校は、鬼滅の刃ブームが凄まじく、休み時間のために子供たちは、鬼滅の話をしていて、社会現象と言われるのも、うなずける気持ちです。そこで質問なのですが、皆さんがこれまで生きてきた中で印象に残っている社会現象はありますか？ちなみに自分は将棋好きなので、藤井聡太さんの29連勝が、特に記憶に残っています。なるほど。社会現象か。まあ、藤井聡太っていう名前がもうみんな、将棋自体がそんなに注目されてなかったのに、もう藤井聡太だけでみんな知ってたみたいな感じだもんね。おぉ。社会現象。まあ、俺はね、ノストラダムスかな。ああ、そんななってた。めっちゃ怖かったもん。いつノストラダムスって ?1999 年。そうだね。世紀末か。1999年7の月に来るみたいなアルバム。そうなんだ。アルマゲドンとかもねやってたし、そら映画で、そうなんだ、映画のあの時なんだ、あれってそうノストラダムスの時だった。めちゃくちゃ怖くて見られなかったもん。なんかもう死ぬんじゃないかと思って、ずっとほんまにドアラコーマーって I can play and play I can スイスいやほんまやって平原彩香並みの Miss you baby 違う最後の方やで Baby Baby シャーヤ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 ーめっちゃ怯えて生きてたよ、俺は。あ、ほんと。ずっと寝られんかった、夜。あ、ほんと。まあ、2時間ぐらいしか寝てなかったもん。小学校の時やってんけど。うわ !2 時間ぐらいしか寝てなかったもん、俺。ずっと怖くて。おかんに怖いねんけど、とか言って。おかんと一緒に寝てたから、ビンバイとか部屋なくて。さすがに記憶ないな。はよね。なんかそういう、ノストラダムスみたいなね。あんまり。どちらかとやっぱマヤの2012年。ああ、最近の方が。の方がね。あ、右京から1枚もらった？もらってないね。もらってないよ。参加しないよ。あ、死ぬからって。2012年にマヤ文明で、地球が滅亡するっていうね、説があったんですよ。はい。で、その時に、僕らのね、僕とするのサークルの右京くんっていう人が、もし滅亡しなかったら、1万円あげるっていうね、契約を結んだんですよ。ただ、もし滅亡したら、俺たちは100万円を右京にあげなきゃいけないっていう。滅亡してんねん。っていう契約をね、結んだんだよね。そう。それはもうめちゃくちゃガチで。でも絶対100万くれよ。滅亡したらって。めっちゃ悩まされて。バカだね。っていう教訓がいたんですけどね。はい、結局1万もらってないな。そうですね、みんなに。取り立てに行こうぜ。確かに。そろそろ。そうだね。行きましょう。そろそろ行きましょう。それ。バカだね。誰か、大御所の誰か。懐かしいな。そう、大学生だったからな。結構舞い上がってたな。そうですね。確かに。なんかないの？もっとカルチャーなやつ。ポップな。ああ、そうよね。社会現象ね。うん。社会現象、ポップなカルチャーで言うと、春日みたいなとかさ。ああ。春日は社会現象じゃない。ってことだな。なんかサブカルって感じだな。サブカルチャーはだから社会現象にならないってことだね。そう、なるか、ならないってことだね。サブカルチャーがもうメジャーカルチャーまでのし上がってくると。千と千尋とか。まあまあまあ、そうだね。ジブリとかそうだね。それこそでもエヴァンゲリオンとか言うじゃないですか、社会現象。ああ、まあそっか。エヴァンゲリオンはそうです。当時じゃないからね、でも。ああ、そうだね。俺も当時は体験してないな。後からだからね、やっぱり。ああ、そうか。当時だって、だいぶエヴァンゲリオン理解するには無理な年だった。そうそうそう。単純に綾波の裸見れたエロみたいな感じだったから。ああ、そういうそれだけの。それだけのアニメが射精したぐらいの。それだけのアニメだったからな。泉元也の。いや、ダブルブッキング。空中元也チョップ。かな。社会現象な、あれ。それもサブカルだ、どっちかって。いやいや、でもダブルブッキングって言葉はそれで覚えたんですよ。みんなそれでダブルブッキングっていう。いや、言ったことじゃなくて先にそっちで覚えたか。そうだね。それじゃない、やっぱり。え？一番は。まさか、まさか元也か。ダブルブッキングってやっぱな。空中元也チョップ。並びに。インディンはじゃあ。あ、インディオブジョイというと、そうだね。で言うと、まあ、リアディゾンかな。リアディゾンか。黒船っていう、やっぱ、
ワードセンス、ね、まあまあそうですね、黒船来航したなっていうやっぱ感じしたもんね。うん、開国しなさいって、あまた広げながら開国しなさいっつって、ねね、バカ野郎バカ野郎会長しながらね、自ら会長しながら開国しなさいっつって、開国しなさい、会長しながら開国してくださいよ。いいです、ね、関根さんのフェリーの丸です。懐かしいな、うん、そんな感じですか。うん、そんな感じだと思います。はい、なるほどですね、はい、はい、では次行きましょう。ラーメンネーム小石がダイヤモンドさん、すするさん、チャルさん、のびのびちゃんこさん、こんばんは。万年文化部だった僕はスラムダンクの桜木ルカワのようなハイタッチにすごく憧れています。同時にグータッチにも憧れがあります。いざやるとき失敗しないためにハイタッチとグータッチの使い分け方を教えてください。なるほどね。何それ。すごいな。まずあのルカワと花道のハイタッチあんまハイタッチじゃないからな。あれな、なんか握手する感じ、なんかもうなんか、いやでもハイタッチでしょ、ね、ハイタッチだけど、あれはちょっと無理よ。ああ、無理か。あいつらじゃないと出えへん、ハイタッチ。あれ運動部だったっけ。一応中2までバレー部。バレー部か。ハイタッチしたことある？ありません。あ、ないんだ。え、バレーってでもさ、決めたら基本的に1回ずつハイタッチしてない？なんかやるイメージよね。うん。なんかしたらあかんやつやった、俺たちは。流派あんの？めちゃくちゃ弱かったから。裏千家みたいな、表千家みたいなのあんの。顧問がやったらあかんって、そ、お前ら弱いねんからそんなしてる場合じゃないって。なるほどね。買ったらしていいよって言われて。買ったことないからしてない。なるほどね。そう。でも、ハイタッチって基本的にどっちかが先に上げてるもんじゃん。そんなさ、うん、急にわーってパッてなれへんやろ、ハイタッチとグータッチって。あ、でもだから自分からやるときよ。自分からやるときだからどっち、いや、好きな方でいいよ。どっち出したらいいのかっていう。いやいや、教えてあげて、文化部なんだから。どっち出したらいいかって、うん、基本的にはグーでいった方が安全よ。グーでいった方が安全か。ああ、なるほどね。いや、巨人ファンだったらグーでいく？巨人ファンだったらグーだね。ああ、なるほど。巨人がちょっとでも好きなあなた、高評価よろしく願う。なるほどね。ああ、いい。で、いいんじゃない？カメラしようかね。大丈夫か。亀田四郎か、原監督が好きならば、グータッチで言ってください。狭っ。それ以外はハイタッチで言ってください。それ以外全員ハイタッチなんだ。グータッチするやつは、じゃあそうだと思っていい？なるほど。グーで来られたら、あ、この人原監督か亀田四郎好きなんだなって思う。唇、そう。その中でも唇を全部内側にして締めてたら、あ、原監督。もう原監督。グーで原だね。そうそうそう。うん。いかつい顔してたら、あ、なるほど。で、いいんじゃない？なるほど。そう、ハイタッチやっても肩外れる心配があるから。ああ、出た。もし、ブーマーね。チームプレーでブーマーとハイタッチしたら強すぎて片外れた。野球選手。どんなやねん、それ。いました。チョキタッチはないんすか？チョキタッチは突き見しますね。自分がバルタン星人という自覚があるならチョキタッチしてください。ただ相手もバルタン星人じゃないと、それは成り立たないと。そうですね。ああ、難しいとこですね。チョキはタッチじゃなくて、イエイイってしてください。ああ、なるほど。キングコングが好きだなって思ったら、イエイイってやってください。二人でイエイイ。ああ、いいですね。それもいいな。そう。したらシャカリキ頑張れるんで。ああ、頑張れますね。はい。多いな今日キング好きなんでね、よろしくお願いしますよ。本当に篠さん、いや梶原さん、本当にね、はい、おきに、あ、おお、終わった漫才漫才終わったで、おい、ということでね、引き続きふてぶたなども、もうちょっといつもここかぶねんな、そうなんだよね、普通おた、普通おたって言ったけど、普通おたですから、普通のね、お便りも、トゥー、おおおい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 、名前忘れちゃった、上原町です、おい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 、普通のお便りもね、鋭と CD アートマーク G メールの方にぜひお待ちしておりますんで、ちゃんと TSU にして紡いでるよ、あ、そうやんな、お願いします。ポイズンポイズン、どうぞ、これでお前は終わり、ポイズン、どうぞ、ポイズン、どうぞ、ポイズン、どうぞ、どうなっても知らないからな、これでお前は終わり、どうなっても、すごい、ハッシュタイムをもう一度、どこでいけるか、ポイズン、やっぱ、いや、社会現象あれだわ、上原翔だわ、上原翔だわ、もうなわけないんだ、世の中の2が全部2になってたから、全部持っていけるなわけねえだろ、俺だろ、爆笑問題田中いいんだよ、なわけねえ、やめろ、なわけねえ、やめろ、絶対ない、なわけねえだろ、絶対ない、いいんだよ、はい、はい、ということで、じゃあコーナーのコーナー行きましょうか、行かせてください、はい、じゃあこちらのコーナーから、はい、行かせていただきますね、すするの神対応、今や人気有名 YouTuber であるすするがラーメン二郎で出会った現役視聴者の高校生に口パクで頑張れ
と伝えることしかできなかった不甲斐なさを教訓に、トップ有名人たるファンタ用ができるように皆様からお騙しをいただくコーナーでございます。なるほど、不甲斐ないんですね、それって。不甲斐ないでしょ、不甲斐ない結果にね、終わったと言われてますからね。口パクで頑張れって、だっしょうもない、一番いい対応だと思うよ。グータッチしろよ。そしたらグーでいくんですか、パーでいくんですか。僕はグーでいきたいです。あー、いいですね。口はしっかり内巻きにして、内巻きにしてグーで、あー、いいですね。監督ですね、やっぱりね。皆さんもグーで対応してください。はい、1つ目の神対応出るとこで、他にも来ております。うん、宮城県、ラーメンネーム早漏れ。ファンと挨拶した後、よかったら使ってと QR カードの書かれた紙を渡す。読み取ると、すするおすすめのファンザの無料動画に飛べる。すするのおすすめでズルズルできるというのはいかがでしょうか。ノビー君の神対応でも変わったと思います。あ、確かに ね、確かにそういう部分を出していくという意味で、常にだからあの QR コーダー持ってなきゃいけない。そういうことだね。常にその紙を持って。しかも更新しなきゃいけないからね、わざわざ。そうだね。マイリスト的な感じで。まあ、1週間ごとには更新してほしいかな。そうですね。やっぱり。まあ、あの、ファンザ日本では月水期に更新されますんで。あ、そうなんだ。よくそれ知ってるよ。朝10時に。本当に。さすがですね。朝10時になったらパッて見るから、俺も。知ってんだもん、何が。最近人妻多いなとかね。ああ、いいですね。毎回見てますね。それが今渡すとしたら何なんでしょうね。ああ、まあ僕が渡すとしたら。どこに飛ぶんでしょうね。うん。やっぱ松本七海さんの動画に飛ぶんじゃないですか、ね。そうなんですか。はい、松本七海さんって誰だ。松本七海さんって巨乳系。そうですね。もちろんそうですよ。もちろんそうですよ。もちろんそうですよじゃないんだよ。そうかそうか、やっぱ見ない、ね、やっぱそう、被ってないな。いや本当そう、被ってないのよ。見てる女優が本当に被ってないな。被ってないんだ。被ってない。そうですよね。被ってない。被ってないわ本当に。皮も被ってないし本当に。それは皮被ってんだから。お、ラーメンネーム、マリ2000本。はい。すするさんの神対応ですが、うん、握手の代わりに、父と父を合わせる、父合わせを行うのはいかがでしょうか。何それ、初めて聞いたの。ちなみに、乳首と乳首が合えば、ポイント2倍です。ご検討のほどを。どうなるか、道徳すんのそれ。どういうこと。ポイント2倍ですじゃないですか。2倍です、セールしてるの。何のポイントやねん。乳首が2倍だったこと。来店ポイント。何なんそれ。どっちに溜まるん、しかも。そうだね。視聴者さんに溜まるのか、するに溜まるのか、ポイントが。確かに。溜まった時。乳首、合いましたね。ポイント2倍ですじゃないんだよ。ありがとうございますってなれへん。どういう形式やの。いや、よかったですねじゃないんだよ。あ、でもなんかテンション上がるな。まあ、あったら。乳首があったらね。じゃあ合わせして、あ、うん、あった、ポイント2倍だってなるね、でも確かに。まあ、なるね。なんかなるな。2倍にしたいな、やっぱ。ああ、神対応ですね。相当神対応だな、ほんと。相手の協力も得なきゃいけないけどね。まあ、だいぶそうだよ。で、でも相手が求めてくるもんだから。まあ、そうだね。あ、そうか。するさんって。乳首。握手してくださいって手出してこなかったら、もう父合わせ。ああ、そっちなんだね。あ、つってするもん。なんだ、その、微妙な笑顔。すべてを察して。あの、吸ってください。あわ。吸ってください。いや、寒いっすね。まあ、T シャツだったらね、それこそすする T シャツのことが多いかと思う。あ、まあ、そうですね。乳首貼ってますんで。確かに。わかりやすい。的に。ポイント2倍取りやすい。ポイント2倍取りやすいと思うんで。ぜひ皆さん、ポイント2倍を狙ってみてください。お願いします。引き続きね、神対応の方もお待ちしております。ということで。はい。はい。では続いて、こちらの人気コーナーの方行きましょうか。はい。お姉やみのコーナー。すする TV のお姉たちが皆さんの恋や可愛いお悩みに答えていくコーナーです。やだーよラーメンネーム、いちもつさん。あ、お。チャルコさん、ノビーさん、助手のすするくん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。男と二人で出かけると、周りが、彼氏好きなん付き合うんと、鬱陶しいです。あら、あら。男女間の友情ってありますよね。ねえ、ありますよね。あらございません。あら、ないんですね。ないわよ。ない派なの、ノビーは。ないわよ。だ、入るんだもの。まあ、デコとボコなんだから。そうよ。男と女はデコとボコなんだからってことね。あなたが言うには。でも男とも入れてると思わないで。あら。入っていってるのよ、あんたたちは。どういうこと？入れてるんじゃない、入っていってるのよ。あら、吸い込まれてるってこと？そうじゃないの。何、どういうこと？入っていってる。入れてるんじゃない。何が違う？これだけ覚えといて。あ、覚えとこう。それだけで終わり、もうこれは。入っていってるということだけ覚えて。あら、いいわね。あとない。ないんですか、友情なんてないわ。あら、あら。私はあると思うけどね。本当？うん。もう裸で抱き合っても。勃起しない女っていると思うわ。可愛くてもね。いないわよ。市川とかね。よく言われがちですけど。全然別にブサイクとかね。そうじゃないよね。全然綺麗。それは女の子が悪いんじゃないわよ。あら、そうなの。あなた今普通に戻ったよね。あら、あの、ちゃんとやって。そうよ。いつでも来なさい。男の子も。いつでも来なさい。いつでも来なさい、男の子も。そういうことだから、すするとだけあっても私、大丈夫よ。
私無理よ。すするだけやっても全然。私よく抱きついてるけど結構カウパ出てる。やべえよ。その後トイレ行ってなんか濡れてんなってなるわよ。あら出たよ。やっぱり。さこさんは乳首合わせしても別に。2倍じゃない。うん、全然2倍ならない。2倍じゃないんだ。私は2倍ならない。あ、そう、2倍じゃないんだ。ならないわよ、全然。なってんのか2倍。2倍じゃないんだ。B さんは。2の事情よ、私は。むしろ。ありますね。はい、まあ、人それぞれですわ。うん、うん、そんな気にすることないんじゃない？そうよ、うん、うるせえって言っときな、うん、性欲お化けがって言ってやんなさい。伸びかって言っちゃいなあ、伸びかって言ってやんなさい。 あなた伸びかって言ってやんなさい。で、はめちゃったりしちゃったりして出たそれ。いいわよそれも。次行きましょう、うん、なるほど、次気になっちゃってんだよあのね、うん、では次行きましょう、はい、ラーメンネーム酒川音中さん。何それ。すするさん、お姉さま方、こんばんは。こんばんは。いつも皆さんの YouTube 楽しんでいます。あら、私の悩みを聞いてほしいです。あらぞ。私には遠距離恋愛中の彼氏がいます。あら。以前半年ぶりに彼と会って愛し合った時、お、私の彼を受け入れる部分が窮屈になっていました。あら、いいじゃん。好意に再び慣れるまでに数日間かかったこと。また彼も窮屈すぎるよりも慣れた後のコンディションの方がいいとのことで、はまだまたしばらく会えない期間中はプレジャーグッズを購入して窮屈にならないようコンディションを維持しようかなという旨を彼に伝えました。あら、するとそのグッズは彼にはできない動きをするため、私がその動きにばかり慣れてしまったら困るため使わないでほしいと言われました。あら、何、そのようなグッズって男性にはできない動きができてしまうものなのでしょうか。私は一度も手にしたことがないので分かりません。皆さんは自分のパートナーにグッズを使わないでほしいと考えますか。最近はこのことばかりが私の頭をぐるぐるしていて、ラーメンも喉を通りません。あら、ぜひお姉さま方、すするさんの意見を参考にさせてください。ぐるぐるしてんじゃないわ。なんか面白いわね、これ。この話なんか面白い、ね、何できない動きだ。プレジャーグッズって言うんだね。え、ほんまね。へえ、やらしいわ本当に。なん、何、男が悪いわねこれは。でも、ね、男が悪いわ、うるさいわよね、うん、男なら満足させてみなさい、うん、私のっていう、頑張れよっていう、うん、あんたが徐々に鳴らしなさいよ、全員に悩んだりね、本当にそうだ、何が窮屈し、ま、ね、うん、腹立ってきたわねなんか、うん、そういう男大嫌い私。本当に嫌よ。大事にしなさい女の子、だ何だと思ってんの、うん、女の子、うん、むしろだからいつも初めての感じでいいじゃん。いや、うん、本当そうよ、ういういしくていいじゃん、いいじゃない、でだんだん慣れていくのがまたいいんじゃない、うん、ねえ、それを何回でも味わえる、作りなさいよ、うん、自分たちで、本当に、うん、いいじゃない、自分たちでそのジョークグッズじゃなくてプレジャーグッズ、ジョークグッズ、ドンキじゃないのよ。この商品はジョークグッズじゃないのよ。パッケージ変えてますけどね。久しぶりに聞いたわね、ジョーク。自分たちでプレジャーグッズを作りなさい。そうよ、うん、あなたたちがプレジャーよ。さあ、あなたのあそこがプレジャー。やめた。言ってやなさい。どうも、チャルゾです。言ってやなさい。あなたのあそこがプレジャーよって言ってやなさい。そんな男のために頑張る必要ないわよ、うん、こんな動き見たことないって言ってやなさい。そうよ。言ってやなさい、それで。そうよ、できない動きできるかって。できない動き言っちゃいなさい、ほんとに。あなたのあそこがプレジャー、うん、いいじゃない、それでいいじゃない、あなたが努力する必要ないわよ、うんうん、そう、男にさせなさい努力なんて、うん、そうよ、そうですね、うん、ことを、はい、そうプレジャーにおいては、そうよ、うん、でも一つだけ覚えておいて、あら、入れてるんじゃなくて入ってる。もうええわ、もうええわ。男は、あ、それは入れてるんじゃなくて、マジで意味わかんない。わかるわよ、絶対聞く人が聞いたらわかるってば。入れさせていただいてるとかならわかるんだよ。違うよ、入って言ってんのよ。入って言ってるのわかんない。入れてるんじゃなくて入って言って吸い込まれていくとかならわかるよ。違う違う、吸ってるんじゃないのよ。入って言ってるのか。それはもう全てのアドレスはスロートシーベイクのほうによろしくお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、もうやめたいんだけどこのコーナー。あ、やめたい。しんどいのよ、しんどいのよ。あら、じゃあお悩みのコーナー終わりかな。終わりよ。あら、ギリギリでしたけどね。普通の男の子に戻ります。あら、確かにそうね。、うん、ちょっとこういうね、お悩みだと柄じゃないし、うん、そう、男になって答えたくなっちゃうから、そうそう、男目線どうしてもなっちゃうからね、うん、しんどいし、本当に大変でしたね。あとすするが楽すぎ。そう、読むだけだから。あと笑ってるガハハって知るだけだから、ひたすらすするに厳しい新しいコーナーを、じゃあ、やだよ、もう、ね、本当に。はい、そちらの方もね、ぜひ送っていただければと思います。さするはタートマーク締めるの方に、んC メール。C メール、懐かしいな、AU のやつじゃない、なんか。ハッピーメールの方に、よろしくお願いします。ハッピーメールやめとけ。チャーシュータイム、チャーシュートーン、チャーシュータイム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 、すするのチャーシュータイムをもう一度。
ラジオなんか疲れないと音源やめのコーナーですよ、ね、やっと待ったわ、ということでエンディング、おい、言おうと思ってん、ずっとそうだったんですね、一回逃してん、言おうタイミングをね、そう、うん、いいですね、今回やっと言えたわ、よかったです。はい、今週は何かありますか。今週は、うん、今週もでもまあまあそんなじゃないですか。まあまあコラボ撮影があって、まあまあ、でも比較的緩やかな週ですね。緩やかな週か、はい、これで緩やかなんだ。比較的緩やかじゃないですか、今週は。緩やかな週です、はい、緩やかな週、うん、ナッシュなっておりますね。おお、はい、まあ5周年を迎えたということでね。いや本当そうですよ、まあですね、ありがとうございますね、うん、まあ、これから年末にかけてね、うわぁ忙しくなってきますね。早いのよ、はい、早い早い、本当に早いよ、年末かい、うん、年末でしょ、うん、やべえだるいな、ほんと誰か、ほんま忙しいからな、年末って。まあそうだね、なんか知らんけど、まあでもなんかワクワクするけどね、やっぱり。まあ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 、その ね、 あの感覚はね、お祭り感というか、クリスマスもあるし、何回ツリー買ってん、そういえばクリスマス、マジ、いいね、やるやん、予約ってこと、とりあえず。いやいや、もう買った買った、もう飾ってあんの、ニトリにあったから、すごい、うわ、本物の夢やって、本物の、本物のっていうか、まあ別になんていうの、いいじゃん、まあまあ、木は偽物やけど、いい、ね、まあ、飾り付けしてってことね。そう、飾りたかったのよ、そう、上の星はね、子供にやらせてあげた、そういうのね、アメリカンやない、急に、どうしたの、だ家ね、家をね、アメリカンにしたいって思って、ああなるほどね、釣りいいんじゃないっつって、俺電飾好きやから、懐中電灯しかり、はいはいはい、うん、ね、そう、そう、うちの兄の家にもありました、あった、去年、いや、やっぱ子供生まれたやっぱね、うん、あ、そっか、うちの兄はもうアメリカンですから、そう、ね、そう、うん、嫁さんも英語教師だし、ああ、うん、オーナメントもうちょっと飾り足そうかなと思って、オーナメント飾りね、あの、あー、ボールとかなんかあったりして、うん、玄関にリース飾っちゃったりして、あ、マンションやからな、あ、意味なくない、住人、いやいや、結構いたよ、でも俺めっちゃ恥やから、ほんで誰も通れへんけど前、あ、いいじゃんいいじゃん、自分用だけもリースなんで、まあ一家リースね、いいじゃないですか、とかね、確かに、うん、靴下制度にしなよ、ちゃんと、あ、え、何、靴下にプレゼント入れる、あ、うちはね、ツリーの下に置いてあるっていうことにして、ああ、いや、アメリカだったら靴下でしょ、やっぱり入んないんだもん、だっていや、もうでっかい靴下、それ用の靴下よ、それ用の、うん、しっかりとそれ用の靴下、うちなんだ、うん、やろうかな、じゃあなんかジョークグッズみたいな、ジョークグッズ、何で違うの、何グッズやったっけプレジャーグッズ、プレジャーグッズ、プレジャーって何だ、どういう意味みたいな、プレジャーって何、喜びみたいな、なんだ、喜び、そういう感じだよ、まあだから性の喜びでしょ、ああ、おじさんいや懐かしいな、おい、そんな、うん、ほんまや、うん、楽しみ、愉快、喜び、うん、プレジャーグッズ、いいですね、これからそう呼びましょう、プレジャーグッズ、男用のプレジャーあるのかな、あるでしょ、うん、であれはプレジャーって呼ぶんじゃない、丸みたいな、うん、プレジャードールって呼ぶんじゃない、ええプレジャードールでしょ、うん、あれもプレジャードールだし、プレジャーホールだし、ホールやめ、プレジャーホール、プレジャーローション、プレジャーローションだし、ローションはそのままか、あ、まあまあ、プレジャーコンドーム、ああコンドームはコンドームだ、まあまあそっか、プレジャーですね、うん、とかありますね、はい、ちょっとなんか送ってください、じゃあね、プレジャーグッズノビーさんにおすすめですみたいな、ちょっとプレジャーグッズがあればそうですね、ぜひお送りください、ね、使いますね、はい、よろしくお願いします、ということで皆さんもプレジャーな1週間を送ってください、よろしくお願いします、ゴスレイ